どうも、冗談英会話のリュウです。今回はですね、英語で数字の読み方って結構ややこしいんですが、この考え方すればちょっと楽になるよっていうのをお伝えしたいなと思います。いきましょう。まずそのコツっていうのは、この点に注目しろっていうことですね。1個目の点は1000を表すので1000、 2個目の点は100万を表すので million って考えましょう。なので10,000で1万を表します。なので1万っていうのは英語でないんですね。 10,000 って言わないといけないです。そしてこれがどうなるかっていうと、 123,456,789 となりますね。こんな感じでね、点を意識してやってあげれば、あれなんて言えばいいんやろっていうのがなくなると思うので、ぜひこの考え方使ってみてください。